はい、皆さんこんにちは、ユーノグラフィティでございます。はい、今回紹介する CD はこちらでございます。はい、ポルノグラフィティ 15th Anniversary All Time Singles です。はい、2013年、11月20日発売でございます。ちょっと今ちょっと喉が痛いので、喉がちょっと枯れているので、はい、すいません。はい、ちょっと昨日かな、昨日ちょっとカラオケに行って、もう多分40曲以上歌ったと思うんですけども、はい、それで多分喉枯れたのと思います。はい、ちょっといつもと違いますけども、ご容赦ください。はい、話に戻りますけども、こちらはですね、デビュー15周年を記念して、リリースした曲で、ベストアルバムですね。はい。はい、でございます。で、デビュー曲の、アポロから、約15年後の、シングル、東京デスティニーまでが収録されております。あ、それと、新曲の、あと、ひとひらを加えて、全42曲、収録されております。はい。ジャケットは、これですね、月に降り立った時のイラストですかね。はい。イラストでございます。今回は初回限定版を購入いたしました。はい。スリーブケースを、取り出すと、CD ケースと、歌詞カードが、ついています。はい。で、ちょっと、中身を見ていきたいと思います。はい、中身はこんな感じになっております。はい。CD は全部4枚、付属しております。初回限定版は4枚です。通常版ですと、3枚、収録されて、付属しております。はい。で、1枚目、2枚目、3枚目は、シングル曲は、まあ、収録されております。はい。そして、初回限定版のみについている、こちらの CD は、38枚目のシングル、青春穴光と、39枚目のシングル、東京デスティニーの、ミュージックビデオと、あと、オールタイムシングス、CM コレクションですね。はい。コレクションが、ですね。はい。CM コレクションは、まあ、名前の通り、まあ、シングルの CM 映像が収録されております。はい。アポロから東京デスティニーまでの、はい。が、収録されております。はい。感じです。では、次に、歌詞カード、まあ、収録曲を、ちょっと簡単に見ていきたいな、と、思います。はい。まずめくると、収録曲が、載っております。はい。では、まず、ディスク1、エピソード1ですね。はい。こちらに収録さ、こちら、すいません。こちらに、収録されている、CD を、紹介、収録されているシングルを紹介したいと思います。はい。こちらは月面に、着地した足跡ですね。はい。では、見ていきたいなと思います。まず、アポロ、1番目アポロ、2番目が、一人の夜、3番目が、ミュージックアワー、4番目がサウダージ、5番目がサボテン、6番目がアゲハチョウ、7番目が、ボイス、8番目が、幸せについて本気出して考えてみた、9番目が無限、10番目が渦、11番目が音のない森、12番目がメリッサ、13番目が愛が呼ぶ方へ、14番目が、ラックとなっております。はい。まずエピソード1を紹介しましたけども、まあエピソード1はまあ白玉さんが脱退するまでの、シングル曲が、収録されております。では、次、エピソード2を、ディスク2を、紹介、収録されているシングルを、紹介したいと思います。
はい、地球ですね。はい、背景は、はい。では、まず、1番目が、シスター。2番目が、黄昏ロマンス。3番目が、ネオメロドラマティック。4番目が、ロール。5番目が、ナナナサマーガール。6番目が、ジョバイロ。7番目が、Don't Call Me Crazy。8番目が、ハネウマライダー。9番目が、ワイディングロード。10番目が、リンク。11番目が、あなたがここにいたら。12番目が、痛い立ち位置。13番目が、ギフト。そして、14番目が、ラブトゥーデスという、でございます。はい。はい、次はエピソード3を、見ていきたいと思います。これは、ニューヨークですかね、背景は。ニューヨークかな？なんか見た感じになんかニューヨークっぽいんですけど、ちょっとわかんないです。ちょっとすいません。はい。では、そちらに収録されている、曲を見ていきたいと思います。まず、1番目が、今宵月が見えずとも。2番目が、この胸を愛を言おう。3番目が、アニマロッサ。4番目が、瞳の奥を覗かせて。5番目が、君は 100%。 6番目が、イグジット。7番目が、ワンモアタイム。8番目は、雪の色。9番目は、2012スパーク。10番目が、影帽子。11番目が、瞬く星の下で。12番目が、青春花道。13番目が、東京デスティニー。14番目が、ひとひらですね。新曲の、はい。でございます。で、次めくりますと、二人の、写真ですね。アーティスト写真でございます。はい。でございます。そして、あとはスタッフクレジットですね。はい。という感じで、収録されております。はい。はい。ポルノグラフィティ、フィフティーンズアニバーサリー、オールタイムシングルの様子を、紹介しました。まあ、まず、ポルノファンになったら、まず買った方が良い、アルバムでございます。ございますね。はい。はい。で、まあ、これを買って、まあ、2018年現在ですね。はい。10月現在では、まあ、ポルノさんのすべての、まあ、シングルを、まあ、聞くことは、まあ、できませんけど、はい。まあ、今のところでは、まあ、10枚目のオリジナルアルバムの、ライノセロスと、11枚目のバタフライエフェクトと、あと46枚目のシングルの、カメレオンレンズと47の、ブレスですかね。はい。で、あと、今年の9月28日に、配信リリースした、ゾンビーズ、スタンディングアウトですね。はい。を、ダウンロードしていただければ、まあ、これでまあ、ポルノさんのシングルはすべて聞くことはできますね。はい。って感じです。はい。では、以上、まあ、ポルノグラフィティ 15th anniversary all time singles の、紹介動画でございました。